ライアン・ロクテは、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身の男子競泳選手。父はイングランド及びドイツ系アメリカ人であり、母は、ハバナ生まれのキューバ人。両親ともに水泳コーチ。9歳から水泳を始め、2007年5月、フロリダ大学スポーツマネージメント専攻卒業。2004年アテネオリンピックの代表になり、200メートル個人メドレーで銀メダル。 4X200 メートルフリーリレーで金メダルを獲得した。2005年のモントリオール世界選手権では200メートル個人メドレーと200メートル背泳ぎで銅メダル 4X200 メートルフリーリレーで金メダルを獲得する。2007年のメルボルン世界選手権では200メートル背泳ぎでアーロン・ピアソルに勝って世界新記録を樹立し優勝した。 2008年北京オリンピック代表選考会でピアソルが6手の世界記録に並び世界記録保持者同士の対決となった200メートル背泳ぎで世界新記録を更新して優勝 4X200 メートルフリーリレーでも金メダル200メートル個人メドレーと400メートル個人メドレーで銅メダルを獲得した2009年5月10日に日本 オーストラリア大行戦で日本の入江良介が6手の記録を1秒08上回る破るタイムを出したが水着が非公認だったため FINA に世界記録として認定されず6手の記録が世界記録のままであったが7月の全米選手権でピアソルによって更新されたローマ世界選手権では 6手は200メートル背泳ぎで銅メダルに終わったものの200メートルと400メートルの個人メドレーと 4X100 メートルと 4X200 メートルフリーリレーの4種目で金メダルを獲得したそのうち200メートル個人メドレーと 4X200 メートルフリーリレーの2種目は世界新記録だったこの時に樹立された200メートル個人メドレーの世界記録は 6手の手によって2年後の世界選手権でさらに更新される。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックに出場し、4X200 メートルフリーリレーで金メダルを獲得。リオデジャネイロオリンピックで金メダルを獲得後、6手を含む競泳代表の4選手が、強盗被害に愛金品を奪われたと訴えていたが、地元警察の捜査の結果、実際には、 強盗事件はなく虚偽であったことが判明。ロクテラもこれを認め、謝罪した。事実は、パーティーで酒に酔い、宿泊施設に戻る途中だったロクテとそのチームメイトの、ジェイミー・ファーゲン、ジョセフ・ベンツ、ジャック・コンガーは、ガソリンスタンドに立ち寄ると、トイレで、器物破損行為に及び、壁に向かって、小便をしたため、警備員によって拘束されたというものである。 これを隠すために、ブラジルの悪い治安状況を利用して、強盗事件にあったと虚言を行ったが、嘘が発覚。アメリカではこの集大に、国家の恥や、リアルピノキオという批判が巻き起こり、ニューヨークポストは、米国人が世界で嫌われるすべての理由を体現した、人物とろくてを報じた。この事態にアメリカンオリンピック委員会は、ブラジル側に対して謝罪し、 国際オリンピック委員会は調査を始める方針を表明した。また、この事件を水泳選手が起こしたことから、ウォーターゲート事件と引っ掛けて、ロクテゲートといった造語で呼ばれるようになりツイッターのトレンド入りした。2016年8月21日、アメリカンオリンピック委員会は指揮を落とした五輪は大きな舞台。選手の行動は世界に、 大きな影響を与え、ミスをすると取り返しがつかなくなる。選手には国を代表しているということを理解させたいとして、6手に処分を下す考えを示した。またこの件を受けて、水着メーカーのスピードが当社のブランド価値にそぐわず、容認できないと述べたほか、複数の企業が6手とのスポンサー契約を解除した。2016年9月8日、 アメリカオリンピック委員会は、6手に10ヶ月間の出場停止処分を課し、6手以外の3選手は4ヶ月間の出場停止処分とした。また、6手は、金メダル獲得によって支給された10万ドルの、報奨金の返還や、20時間の社会奉仕活動、公式トレーニング施設の使用禁止などの処分も、課せられた。2016年9月12日、 国際オリンピック委員会は、アメリカンオリンピック委員会の処分を妥当とし、追加処分は実施しないと発表した。2016年9月13日、6手は、ABC のリアリティ番組、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズに出演したが、この出演に抗議しようとしたとみられる観客が、6手に詰め寄ろうとして、警備員に取り押さえられるという事件が起こった。この観客は、 ク手の名前の上に禁止マークをつけた服を着ていた。また、この観客以外に、ク手に向かって叫んだ抗議者もおり、スタジオから退出させられた。ク手は、2018年5月に、アメリカ合衆国水泳連盟などからの許可を受けずに、自身の肉体に、点滴上脈注射を施し、さらにこれを、自身の SNS に掲載した。 このことからアメリカ合衆国アンチドーピング機関は6手に対する事情聴取などを行い重大な規則違反が認められたことによりウサダは6手に対して2018年5月24日に遡り2019年7月まで14ヶ月間の選手資格を停止する処分を行ったことを告知した2018年10月4日カリフォルニア州に滞在中 ホテルの自室に無理やり入ろうとして、警察沙汰になった。さらに翌5日、移動先のフロリダ州で車の衝突事故を起こした。警察は飲酒の有無を明らかにしなかったが、顧問弁護士は、六手がアルコール依存症の治療を求めていることを明らかにしている。ありがとうございます。